はい、それではスーパーマリオ RPG 戻ってしまったい。続きをやっていきたいと思いますと。やっぱほんとスーファミに比べてタイミングがシビアになってるってのがようわかるわ。まあこういう雑魚も待ちきれたい。ありが出たのでもう一個一発でやられたい。Mamma mia! Oh yay! Wow! ただいまマロ王子が温泉に入ってます。気持ちいいんじゃないかな？落ちて。この先は温泉です。王族しか入れません。あなたは王族には見えないな。
方に。こっちだ。マルガリータスマン、間違えた。マルガリ、マロ王子はお元気なのですか。あら、こうだこうだ、あら、ヘムガオマルガリータ、頭がマルガリじゃないのにマルガリータと突っ込んでいたな、うん、で真ん中のキャラをウムも言わさず連れていくと。最初プレイしていたときにマロやってえらいことになったからな。叩いて喋れるようにしてくれた。虹色シャボン寝るな、うん、バイナーナバーイ。何が何でも魔法を増やす。逃げていっちゃいましたね。
前の鍵が。えじゃん。なななあ。ほう。ほう。ほう。はい。さてと。はい。わかってらっしゃる。はい、行こう。あ、パパ、ママ、こちら一緒に旅をしてきたマリオさんと仲間たちです。これはこれは、ああこの度は真っ黒にご苦労さ。わしはマシュマロ、お前のパパだよ。あ、パパ、ママ、みんなを紹介します。マロがいなかったらマロパパにもなれなかったというバカボンのパパ、あんなのにバカボンのパパと。生まれた時はバカボンのパパじゃないのだ。ティアあれじゃねえか。こちら、キノコ城のピーチ姫。あなたが有名なピーチ姫、パパちゃんもらっちゃおうかな。おー、すまんね、すまんね。ほんで、隣のヒゲさんは？あ、こちらはマリオの家のマリオさん。この旅で、いろいろお世話になったんです。あ、もしかしてあのジャンプの得意なマリオ、かっこいいな、シャイン。うん。うん、で、ちょっとだけジャンプを見せてくれないかな。はい、行こう。おー、イェイ。かっこいい、ありがとうね。こちらクッパ城のクッパさんです。うわー、これはまた有名なクッパ。うんうん、やっぱり財布欲しいな。だめ、ごめんね。そしてこちらがさっき話した星空から来たチーノさんです。もうさっきの話ね、なんでもストーラードが大変だというスターロードです。あ、そうそう、スターといえばちょっと前に火山に大きな流れ星が落ちたのよ。あ、それはきっとスタービーズです。うん、でもあそこは火山のしっかりザドラゴンガオーだからな。でもマロも頑張ってマリオさんたちの力になればガオーも怖くないかもね。心配だけどパパも若い頃は。火山に行く前にぜひ自慢の温泉に入っていてよ。後ろのだから行けるからね。はい、必ずスターロードを元に戻して帰ってきます。いや、ここにキャサリンがいたんだよな。うん、うん、いなくなってる。こっちに行ってあれを取らないとね。いや、あげるから見逃して。で、そろそろ2体目には戦えるかな。やるかい。
さあ、ノーガヤンよく見てみろ。これがジャッキー様の本当の強さだ。240。それでも76か。うわ、根性に気迫。162。参りました。看板をかけた勝負で負けたということは、この道場が破られるということ。今日からマリオさんを師匠と呼ばせてもらいます。ジャッキー流道場最強者のだけが身につける。これはぜひマリオさんが受け取ってください。ジャッキーベルト。ここもマリオ流道場と名を改め、師匠のようなジャンプを取り入れて心機一転頑張ります。よし、ノガヤン、早速トレーニングだ。専門ジャンプ始め。でもジャンプをこいつ戦で使ったことないんですけどね。魔法防御が下がるけれども。ジャッキー先生、これで強くなれるんですよね。頑張って修行に励んでおります。マリオの前 M になっとる。ねえ、まちょっと腕試しにやってみるか。
と思ったけれども。ちゃんと断ることができるんだ。今んとこスーパージャンプ記録は最高13回だってな。30回までいけるかな。お前いろんな街に行ってみたし、いろんな人たちにも会えたんだよ。中でも一番面白かったのは近頃ローズダウンに引っ越してきたおじいさんだ。面貌変わった人だからどうだい？君も一度会ってみては。この話を聞かないと、あのアイテムはもらえないんだよな。で、ここで、よく来たな。今置いてあるものを紹介するぜ。商品ナンバー3、あれ？突然空から降ってきたぜ。拾ったものだけど掘り出しもんで。250コインだよ。ありがとうさん、渡したぜ。ドドの羽に。前のが動かないからまたかって思ってしまったけど。私はエンゲン家のプランテ、そこのでっかい植木鉢にぴったりの素晴らしい木を求めているのだ。この世界のどこかによく育つ種とよく育つ肥料というものがあると言われているのだが、なかなか見つからないもんなんで、おう、それはなんとです。そういうことで、彼が起きたのに、私の人生に近いことは、私はそれまで乗り切ったり、何も本体が出てくると育てているわけで、利用するね。おいおい、あ、おい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 、まだ。じゃあ、いい年して落ち着きのない男じゃの。ということで、その種を譲ってくれんか。おお、ついに探し求め続けた種が手に入った。嬉しい、嬉しい。信じられ、それが私がされちゃったね。長き渡りで意外だよ、どうせ、ワニと骨でやりたい。今たち、ジェルの肥料が非常に好みないので、これが本当、ほいほい、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 ほい。こいねちみも譲る。おお、早速見てみよう。種を植えてみたぞい。肥料を与えたぞい。何もこらんの。おう。わお、おお、あいめもまぱめまままめや。ワンダホー、素晴らしい。つい流れるわで、今行かれて、一頭あたり、イエスが、そのありえて、ボケまでやりて、この辺、ふたじずだけ、自分で分からくらいで、花火たっちゃう、みたいな、結構、たぶん、これを泉やったり、いないながら、ずーっとなるね。つまり、とっても嬉しい、そういうこと。そこまでやるとちょっと大げさでないかい。さあ、かりんとうを登っていくと、そこにはあったものは、肥満パタコーラと、肥満パタコーラ。で、マリオに肥満パタコーラ蹴飛ばして、素早さがゼロになるが、ありがたい反面ちょっと匂う。
こっちからはいけねえのか。さあ、これでとりあえずは。ジャッキーベルトがすんげえホットになったな。で、温泉へ行こう。この先は温泉です。王族地か。ああ、本物の魔老王子。先ほどは失礼いたしました。あんな太って黒いやつが魔老王子のはずがないですよね。気にしないでください。それより、ここ通してくれますか？もちろんです。さあ、どうぞごゆっくりお浸かりください。ただし火山に落ちないよう気をつけてくださいね。でもそっちに行くのが目的なんだけどね。ほう、はい、へえ。マリをのぼせるのつ。注意、この先崖落ちると火山だぞ。はお、ママミーや。わあ、わわわわみよバレる火山。ラッキ飛ばすほんと直前だな。なんかさっきから2倍のアップが多いな。4連続はならなかった。
まあ、いくら強敵でもカロンは。ボタンが一番シビアじゃないのはクッパのあれだな、ぐるぐるのやつだな。どこで押しても鳴ることは鳴るけれども、全体攻撃ではないという。まくんやえ、じゃあとりあえずここまでにしておきたいと思います。と、まあやっとこさ終盤に入ってきたかなっていうところですね。では失礼します。